皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。いつもはですね、白衣を着て栄養のお話をさせていただいてるんですけれども、私普段はベンチプレスの競技をしています。ベンチプレスってもう筋トレされてる方はもう一度はやったことある種目だと思うんですけれども、ベンチプレスだけの大会が開催されるような種目なんですね。実は一応私はそれで日本一を目指して練習真っ只中という人間です女性でそのベンチプレスの競技の大会に出てる人って結構珍しがられるんですけれども、ベンチプレスっていう競技があるんだよっていうこともこれを機会に知っていただけると嬉しいなと思う次第です。そんなわけでですね、まあ誰が興味あるのかわからないんですけれども、ベンチプレスを練習している、まあ、25歳女性のジムバッグの中身をちょっと紹介していきたいなと思います。結構なんか中身ぎっしりな感じで巾着型のバッグを使ってます。これを背負ってジムをうろうろしてるというか、そういう感じです。まず一つ目はですね、靴です。練習で履いてる靴ですね。これウェイトリフティング系の選手の方使ってる方多いと思うんですけど、ハビ靴を普段使ってます。でなんでこれ使ってるのかっていうと、ベンチプレスってそこが平らなシューズじゃないといけなくて、なおかつ踏ん張る動作が重要になってくるんで、こうグリップ力のあるっていうのがハビ靴のいいところ。かつめちゃくちゃ安いし、こうやってこうめちゃくちゃコンパクトに持ち歩けるんで、ハビ靴を愛用してます。次はまあタオルですね。使ってるタオルは大好きなワンオクロックっていうロックバンドのライブグッズのタオルになります。テンション上がりますよね、こういうの持ってると。ベンチプレスに欠かせないグッズなんですけど、これがリストラップですね。手首に巻く道具なんですけど、こういう普通の方が使うよりは長めのストラップです。多分90センチのリストラップを普段使ってます。ある程度重量を使うようになるとやっぱり手首に負担がかかるので、選手はこの90センチとか、もしくは短くても硬いやつを使ってる人が多いかなと思います。次このギア系で言うとパワーグリップも一応持ってます。やっぱり背中のトレーニングって意外とベンチプレスで重要だったりするので、ラットプル引く時とか手がそんなに大きくないので重たいものを持つと力が入りにくいので、デッドリフトする時とかに使ったりもしてます。あとこれ意外だと思うんですけど、滑り止めシートです。100円ショップとかで買える滑り止めシートなんですけど、これ何に使うかって言ったら、ベンチプレスの台に寝るときに背中でこうグリップをするのが結構重要になってくるんですけど、ポリエステルの T シャツとか着てるとツルツルって滑っちゃう時があるんで、こういう滑り止めシートを引いて練習してます。自分の持ってる人あんまり少ないかもしれないんですけど、ないジムも多いので自分で持ってます。次トレーニングの今日やったメニューとかを書くノートです。もう本当にシンプル。あとこれもちょっと意外かなと思うんですけど、これ何かっていうとゴムバンドです。長いゴムバンドなんですけど、ベンチプレスの補助練習としてベンチ台にこのゴムのバンドをかけて、バンドの負荷をかけてベンチプレスするっていう練習をたまにします。それすると何がいいかって言ったら、このラックアップした時に一番ゴムの反発がかかるので、ラックアップした時の姿勢が安定するっていう練習になるので、まあ、ラックアップってベンチプレスですごい重要なポイントになってくるので、そういう練習の時に使ってるグッズです。これは負荷が23キロから34キロって書いてます。最後これ動画撮影する時の三脚です。100円ショップとかで買えるやつ。一人で練習することが多いので、動画撮影してフォームをちゃんと確認するっていうのが重要かなっていうのを感じてまして、撮影できないジムとかももちろんあるんですけど、人の少ないタイミングとかをこうやって撮影してフォームを見直してるっていうところです。これで以上ですね。今日ちょっとバッグの中に入ってないんですけど、私はジャンボシェーカーを普段使っていて、家からもうそのジャンボシェーカーにパウダーを入れて持ってきちゃうので、なんかサプリメントケースみたいなものは持ち歩いてません。で飲むのが基本スーパーミノフロージョンと、大会近い時とかはクレアチンをそのまま混ぜて一緒に飲んだりもしてます。一番良かった大会成績は、ジュニアって23歳まで出れるんですけど、ジュニアの時にジャパンクラシックっていう日本全国から集まる選手の大会で優勝はさせてもらったことがあります。ただまあジュニアってやっぱ選手層少ないんで、今度まあ一般の部に上がってそこでまた優勝できるように今練習をしているところです。目指すはですね、世界大会に出れるように頑張りたいなと思います。今の練習で扱ってるマックス重量は95キロです。
とりあえず練習で100キロを年内に上げれるように練習してます。でやっぱりその公式の競技大会になってくると、こうただ上げればいいっていうものじゃなくて、ルールがとっても細かくて、例えばもちろんお尻が浮いちゃいけないとか、上げ下げするこの腕以外の部分が動いてはいけないとか、バーが斜めって上がったらいけないとか、結構細かいルールがあったりするので、試合で練習と同じ重量が上げれるっていうのは結構難しいことなんですけれども、この差を埋められるようにコツコツ練習していってるっていう感じですね。ベンチプレスが好きな方ってとても多いと思うんですけど、自分はベンチプレスの重量自信あるぜっていう方とか、女性の方でも大会に出るっていうか、きっかけになってもらえたら嬉しいなと思います。でちょっと普通のトレーニングの方とは違う中身だったかなと思うんですけど、これ100円ショップとかで買えるグッズが意外と正しいフォームでベンチプレスをするためにすごい役に立ってくれたりするので、まあ、少しでも参考になったら嬉しいなと思います。では本日はビンレジェンド管理用紙堀のジムバッグの中身紹介させていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。